せーの、ジュースジュースです。ジュースジュースはですね、11月23日に16枚目となるシングルを発売することが決定しました。はい、ではタイトルも発表しちゃいたいと思います。まずは1曲目、全部かけてゴー、ゴー。2曲目、イニミニマニも恋のライバル宣言。2曲両 A 面シングルとなっています。はい、約1年ぶりのシングルリリース。そしてですね、石山さくらちゃん、遠藤あかりちゃんは、初の、シングル参加ということでですね、では全部かけて GO、 どんな曲なのか、じゃあ2人にちょっとずつ聞いちゃおうかな。はい、はい、全部かけて GO は、アップテンポですごくノリノリな、皆さんがすごく楽しめる、する曲になっています。はい、はい、何かありますか。かっこよさもあれば、ちょっと可愛いところも見てもらえるかなっていう曲になってます。ありがとうございます。ではでは、イニミニマニモの方はどうですか。はい、はい、イニミニマニモ恋のライバル宣言は、MV 撮影で新たな挑戦をしているメンバーがいたりとか、イニミニマニもどちらにしようかなっていう意味なので、そういうキャッチーな振り付けが入っていたりするので、そのところにぜひ注目してください。お願いします。2曲とも本当に素敵な楽曲になっておりますので、早く皆さんに聴いてほしいなという気持ちでいっぱいでございます。ツアーではですね、イニミニマニの声のライバル宣言を初披露させていただきました。これからもたくさん聴いていただけると嬉しいです。シングルの発売記念イベントもたくさん、決まると思いますので、追って情報を公開しますので、ぜひぜひたくさん会いに来てください。よろしくお願いします。